大谷翔平は、日本時間11日のアストロズ戦で44号本塁打を放ち、ア・リーグ本塁打王争いトップの座をキープしています。全米を席巻する二刀流が、メジャー1年目からすぐ対応できた理由を現地で追った記事を再公開します。初公開。2018年4月13日、ショータイムが続いている。開幕から約2週間。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平投手のメジャーデビューを追って、オークランドからアナハイムと米国を旅してきた。半信半疑だった現地のメディア。関係者も、打者としていきなり3連発した直後に、今度は投手として7回途中まで完全未遂のピッチングを見せられては、もはや二刀流を認めざるを得ないのは言うまでもない。手のひらを返したように、大谷翔平参加が現地を賑わせていることは、読者もご承知の通りである。それでは、なぜ、ここまで大谷翔平が絶好なスタートダッシュを切れたのか。2週間の取材旅行の中で感じた一つの要因をここで書いてみようと思う。オープン戦は、打率.125の散々な成績だったが当初から、投手では、ある程度、早い段階から結果を残せるが、打者では少し苦労するのではと思っていた。理由は簡単で投手は、自分の絶対能力で、勝負できる。簡単に言えばいいボールを投げられれば、そうは打たれないということだ。しかし打者はあくまで相手の投手との相対的な勝負になる。いくら力があっても、相手にアジャストしていくのには、ある程度の時間を要するのではないかということだ。それが、如実に出たのが、オープン戦の期間だった。オープン戦では、投手でも、ボールやマウンドの違いから、あまりいい結果は出なかった。ただ、さらにひどかったのは打者である。メジャーの投手独特のテイクバックの小さなフォームにタイミングが合わずに。出場11試合で32打数4安打の打率1割2分5厘という散々な成績だった。開幕直前にちょっとフォーム修正をした。ご存知のように日本ハム時代の大谷翔平は、右足を振り子のように大きく上げて、タイミングを取る一本足打法だった。日本の投手の多くは、1、2の3という投球リズムが多く、2と3の間には、しっかり、のという間がある。これだと、大谷翔平の大きく、右足を上げる一歩続打法でもタイミングが取れていた。ところがメジャーの投手は、2と、三冠の、のがない。せわしないフォームが多い。大きく、足を上げるとどうしてもタイミングが取りづらく、構え遅れてしまっていた。これは、昨年のワールドベースボールクラシックに出場した、日本人打者の多くが苦労していたことでもあったのだ。そこで開幕直前に、フォームの修正を行った。開幕の3日前のロサンゼルスドジャースとのオープン戦で、突然、自分の野も省いた打ち方に変えたのである。一般的にはノーステップ打法と言われていたが、正確にはヒールダウン打法というのが正しい呼称のようだ。打ち方を変えたわけではない。一部を省いただけ右足を上げる動作を小さくして、右膝を内側に絞るようにひねりながら、右かかとをヒールアップする。そこから一気にインパクトに向けてかかとを踏み込んでヒールダウンする。今までと同じように右に踏み込む感覚は維持しながら、足の動きをかなり小さくして時間を省略できる打ち方だった。打ち方を変えたわけではない。一部を省いただけです。この修正についての大谷翔平の説明だった。右足を踏み込むという基本は残して、踏み込むまでの動作のかなりの過程を省いた。日本時代からの幹は残して、メジャー流に修正できた。そのヒールダウン打法が、打者、大谷翔平の成功の秘密だった。そんな取材をしている時に、ハッとする話を聞いた。ロサンゼルスで一緒に試合を観戦していた、野球ライターの石田裕太さんから、大谷翔平は、モノマネ名人という話を聞いたのだ。日本ハム時代は、ブライス・ハーパーを真似していた、大谷翔平は、日本ハム時代から、先輩投手や、相手チームの投手の形態模写が得意で、ちょっと見ただけで、相手の特徴をつかみ、投球フォームなどをそっくりにモノマネで再現することができるのだという。実は、日本ハム時代の一本足打法もメジャーで憧れの打者であるワシントンナショナルズのブライス・ハーパー外野手のフォームを参考に真似てたどり着いたものだったのである。そのモノマネ上手の話を聞いて、もう一つ思い出したのがエンゼルスのビリー・エプラー GM の話だった。同 GM が大谷翔平の優れた才能として挙げていたのが高い身体表現力だったのである。視覚で捉えたものを体で具体的に表現できる力が優れている。このモノマネの才能と身体表現力があるから。大谷翔平は開幕直前の慌ただしい時期でも打撃フォームの修正を行えたのだろう。大谷翔平が真似た偉大なる先生は誰？実は明らかに今回のフォーム修正には先生がいる。直接教えたのではないだろうが、エンゼルスのチームメイトに全く同じ膝の使い方をする選手がいるのだ。大谷翔平はその膝の使い方を参考にフォームの修正を行ったと想像できるのである。その先生こそ、昨年メジャー通算605本塁打を達成し、今季はメジャー通算3000本安打に、あと15本、4月12日現在と迫っている、アルバート・プホルス内野手だった。なぜプホルスなのか。チームには、現在のメジャー最強打者と言われるマイク・トラウト、外野手もいる。それなのになぜトラウトではなく、プホルスなのか。それは二人の打撃スタイルの違いだった。大谷翔平の成長は、なぜこれほど早いのか。トラウトはボールを呼び込めるだけ呼び込んで後ろ足を軸にして打つ、スラッガー。一方のプホルスはそこまでボールを呼び込むのではなく、ある程度前でさばいていくタイプの打者で。実は、大谷翔平もボールを呼び込めるだけ呼び込む意識よりも、右足を踏み込んでそのまま右軸でさばいていくタイプの打者なのだ。大谷翔平のスタイルに近いのは明らかにプホルスだった。要は自分の打撃に合う選手を見つけて、それを参考にフォーム修正をした。見様見真似だが、それでも独特のモノマネセンスとそれをすぐさまやれる身体表現力があるからだったのだ。ゼロから作るのではなく、ある程度、成功している例を自分流にアレンジして形にしていく。だから大谷翔平の進歩は他と比べるものなく早いのである。ベーブ・ルースではない。完全無欠な大谷翔平に。まだ始まったばかり。疲労などはこれからだし。今やっていることが通用しなくなる時が来るかもしれない。そこでどうやって修正できるかが問題だと思っている、大谷翔平は言う。今後も、おそらく様々な先生を見て、それを取り込んで大谷翔平はどんどん進化していくのだろう。そうして最後にはオリジナルが出来上がる。それこそ、ベーブ・ルースでもない。完全無欠な大谷翔平の二刀流スタイルなので、ある。次のオーディオビデオでお会いしましょう。